バスケットボール女子日本代表の山本舞24が YouTube トヨタイムズスポーツに出演代表合宿での天然エピソードを明かした写真ドリブルする日本代表の山本所属する W リーグトヨタ自動車アンテロープスのある愛知から日本代表強化合宿に参加するため新幹線で移動した到着して迎えの車に乗ろうとしてキャリーケースがないことに気づいた 中にバッシュが入っていて、と商売道具のバスケットシューズをなくしかけた。集合時間には遅れたものの、練習には間に合いましたよ、となぜか胸張った。強化試合のニュージーランド戦、第一戦では3ポイント6本を含むチーム最多20得点と気を吐いたが、コートの外では期待通りの天然ぶりを披露してくれた。